やっほー、せやです。今回もですね、また面白いこと考えちゃいましたで、今ただいまの時間ね、今ちょっと6時過ぎなんですけど、にっちゃんね、ちょっと昼からいないんですよ。だからなんか面白いのできないかなと思ってちょっと考えてたら思いついちゃったんですよね。それ何かというと、あの、僕がちょっとパーソナルジムに通うっていうので、もしそれが女性のインストラクターで2人きりだったらどんなのするのかやろうと思います今回はちょっとくだらないな、ちょっと面白くなると思うんですけど、まあ、兄ちゃん帰ってきた時に僕がそのなんかザ・ジムに行きますみたいな、その なんていうのちょっとガチ装備で兄ちゃんを迎えて、まあ、なんでそんな格好してんのみたいな感じで、なんかまずそこから会話をちょっと掘っていこうかなと思います。それでいろいろ話してって、まあ、実はこの女性なんだよね、でちょっともう変えようかなと思ってますみたいな感じのこと言ったら、まあ、どんな話すか絶対面白いと思うんですよ。だからちょっと帰ってくるのちょっと待ってみようと思します。おもしますってなんだ、おもします、ちょ待っててこれいい帰りたい。ただいま。ご飯食った？ご飯食べたよ。食べた？うん。何食ったんでいい？ハンバーグ。ハンバーグいいな、いいな。ビッグ丼？違うよ。じゃあ何食ったの？ココス。ココス、あ、いいね。楽しかったか？ご飯食べた？うん、食べてないよ。うんちゃん食ってねえんだったらさ、なんか頼もうかなと思ったけど。そうなの、食べてないの？食べてないよ、何も。いや、なんか頼む？の別にいいよ。でもだから食ったんでしょ、さっきっていうか。いや、もう食べたんだけどさ。ザーピーでも頼もうかなと思ったけど、いいか。え、じゃあなんか作ろっか。あ、別にいいよ、なんか作ってくれるんだったら作ってくれても。どうしよっかな、じゃあ。バナナあるよ。いや、いいよ、あれバナナ食えねえんだよ、ハーフだけど原産国だけど食えねえんだよ、俺。じゃあね。てかさ、うん、なんでそんなガッツリなんかジムに来てんの？ジムでも行くの？いや、今日行ってきたの、ジム。行ってきたの？嘘？一人で？いや、一人っていうか、んちゃん出かけてる時にさ、ね、ベリュー、暇だったから、うん、んちゃん前したじゃん、なんかパーソナルジム行きたいって、うん、行ってたでしょ、うん、そうだから、ちょっと行ってみようかなと思ってパーソナルジム、なんか行ってきたっていうか。何体験入学みたいなのできるからさ。いいな。いいでしょ。んちゃんなんかやりてえせだからさ、ちょっと俺が身をもってやってこいかなと思って。どうだった？いや、めちゃめちゃ良かった。いろいろ教えてくれるし、なんか指導っていうか、ちゃんとしたやり方、一人じゃ分かんないじゃん、うん、だからいいかなと思って。俺さ、あれじゃん、なんかあんまり編集とかあるからさ、行けてないじゃん最近。まあね、そうだね。でさ、もったいないじゃん、まあ、行きたいんだけど、だったらさ、なんかそういうパーソナルジムでちゃんとさ、その対人甘えられない環境を作った方がいいのかなと思って。ああ、まあそうかもね。それが多分一番自分で合ってんじゃない、うん、でムキムキになるんじゃない？ムキムキになった方がいいでしょ、俺が。ムキムキになった方がいいよ。ザ・パワーっていう、うん、だってさ、うん、筋肉もつけられて痩せられて、しかもちゃんと、うん、なんていうの、鍛えさせてくれるわけでしょ。そうだ、そういうところって、うん、いいんじゃない。だからそっちの方が絶対いいと思う。めっちゃマッチョになったら俺の名前はザ・パワーにしようかなと思っていや、呼びづらそう思想層で呼びたくないザ・パワーって呼ぶんだよ、俺のこと。パワーってザ・パワー中山筋肉みたいな。まあいいんじゃない。レベルやるにゃん、うん、じゃあもうせっかくだったら行こうかな。じゃあ、うん、じゃあそういうところってさ、やってる人ってみんなマッチョなの？あ、マッチョマッチョ、まあ、マッチョだね、ほんとに。普通に綺麗な体してるし、普通にマッチョだよ。もうゴリゴリの？ゴリゴリじゃん。ゴリマッチョ。いや、そんなにね、なんかドンキーコングみたいな、うん、いや、普通にドンキーコングとかね、タルみたいな。なるほどね。ここだけマッチョみたいな、ね、モコンみたいな。モコンマンってなってる。モコンマンみたいな。すげー弱そうなんだ、モコンマンって。もうコンマンってなのかなと思って。いや、いや、もう普通にあれでもなんか、まあ綺麗だから、美ボディって感じで、スレンダーな感じで、スレンダーっていう感じで、うん。まあ、憧れるなみたいな。男の人でしょ、だって。いや、違うよ。え、違うの？うん、普通の女の人だよ。だからスレンダーって言ったじゃん、だから。え、いや私の中ではスレンダーな男の人だと思って。男の人でスレンダーって表現しないで、普通に女の人だよ、うん、すごいブワーって言い出したな、怖えよ。え、女の人なの？普通に女の人だよ。ええー、
だから女の人だから、まあ、普通にだから個人でやってる人なのかな。個人でやってマンションか分かんないけど、それなんか一室みたいなの借りて、うん、例えばダンベルはこうですよとか、なんかただこうやってなんか持ち上げるときに、例えば腰ダメですよっつって、こうやって腰こうやってもうちょっとここに入れてくださいみたいな感じで、こういうふうに例えばですね、こういうふうにこうやってやって、うん、あ、分かりました、はいっつっていうふうに、こういうなんか真剣にやるって感じで、だからまあそうなんだ、うん、だからまあ割とね、なんか年も近かったし、なんかめちゃめちゃなんていうの、アグレッシブな人だからさ、モチベーション上げようっていう感じの人だから、まあなんか刺激にはなるなと思うよ、そういうの。1時間きっぱりパッてやるから、どういう見たら普通にだよ。でもさ、あれじゃない、それだったらさ、私でもできるんじゃない。何ちゃんが、うん、俺を、うん、どこで。だってさ、私も一応さ、自分でさ、勉強して筋トレの仕方とかやってる、やってさ、今こうちょっと鍛えてるじゃん、うん、だからそれぐらいだったら私も教えられるかなと思って。いや無理でしょ、さプロには勝てないよ。いやそれはそうだけど、だってさ、ボディービルダーになりたいわけじゃないでしょ。いや、ボディービルダーになりたいわけじゃないけど、ちゃんとそういう人でやってもらった方がいいじゃん。そんなあれだよ、凛ちゃんにやってもらったら、ここだけマッチョとかにされそうじゃない。いや、そんなことないよ。1年後、凛ちゃんにやってもらったら1年後、なんかここだけでかくなってるみたいなさ。そんなことない、そんなことない。私も独学だけど、ちゃんとやってるよ。ちゃんと部位ごとに鍛えて、うん、自分の未来の体はこうなってるっていう風に。いや、ちゃんと今筋トレしてるよ。素人にそうやってやってもらったらしょうがないでしょ。だって素人素人素人ってさ、言わないでよ。いや、だって別にいいじゃん。別にいいよ、別に。だからいいよ、うちでやればいいじゃない。あ、うちでできる。うちでさ、筋トレやろうよ。できるわけないじゃん。できるできる。もうないじゃん、ものが。あるじゃん。どこにある。自分のさ、実家に筋トレの台あるじゃん、腹筋台、うん、あれ持ってくる。持ってくんの、うん、俺が。で、ドンキでさ、ダンベルとか買って、ね、んちゃんのパーソナルジムってこと。え、そう。俺教えんの。私がパーソナルジムのトレーナーだったけど。いや、無理無理無理。え、なってあげる。え、もっとやってあげる。私がやってあげる。いや、いいじゃん。え、じゃあいいよいいよ。じゃあ私がえ、いいよ。私じゃあパーソナルジムの資格取るよ。え、なんで資格取るよ。いいじゃん。だってさ、なんじゃん、一石二鳥じゃない。自分も鍛えられて、しかもそれをタダで旦那に教えられるってさ、うん、一石二鳥じゃん。いいっつったじゃん、さっきの。いや、そうだけど、よくよく考えたら、いや、ちょっとでもあれだよなと思って。じゃあいいよ、私がそこのパーソナルジム通うから、意味わかんないよ。から教えてもらったものを教えてあげる。意味わかんないよ。え、それでどう。いいよ。え、そしたら私もさ、いい身に染みる、身にさ、自分に身に染みんの。身に染みていいの。鍛え方をさ、教えてもらって、それを教えられるわけか。いいよ。今通ってる。劣化してくる、劣化して戻ってきちゃうんですよ。完璧なものをさ、なんかここでなんかめちゃくちゃにされてる。だ、言ってんじゃん、なんか俺が右肩だけマッチョになっちゃった。どうするのなっちゃった。劣化なんかしないじゃん。だってその私がパーソナルに行った後に、バランス崩れて俺こんな歩き方になっちゃう。言っちゃう、教えてもらったら。いいじゃん。え、だからさっきいいっつったんだから、別に行かせてよ。別にいいじゃん。だから、え、その別に良くない、そんなんだって。だって普通だって仕事として行ったの。いいじゃん。いいよ、無理だから言っちゃう。無理じゃない、無理じゃなくて、いいよ。だから通うっつったんだから、いいじゃん。俺だってモチベーション上がるんだから。いいよ、もういい。別に行かなくていいじゃん。いいよ。何意味わかんない。いいからよ。なんだよ、やだって。え、何、ごめん、わかんない、わかんない。やだってない。やだって何。だからもういいって。行かなくていいよ。いいって。行くな。行くな。行くな、別にいいじゃん。え、なんで行くな。行くな、俺は。いいよっつったよね。言ってない。言ってません。10分前言ったから。言ってません。言っていいっつったから。はい、言ってません。はい、言ってません。はい、勘違い。勘違い。はい、勘違い。勘違い。おちゅう。おちゅう。え、いいか。あ、だめだ。いや、そんなに愛しくない、そんなに愛しくない。だからやだって言ったじゃん。分かった、じゃああと1回だけ行かせて。1回とかダメだって。ねえ、もうさ、何。あ、じゃあ一応座ってください。座ってるわ、さっきから。あー、面白かった。ちょっといや、ね、今回やってたのはね、俺がパーソナルジムに行って、うん、それが女の人だったらどんな反応するかなってやってたの。面白い本の撮れたら、最初いいよっつってたのよ。女の人がいるって言ったらさ、やだやだやだって言い始めてさ。いや、行ってないから、パーソナルジムなんて。
え、行ってないの？行ってないよ、普通に家にいたわ。んちゃんが出かけてるから、うん、行ってきたってことでしょうと思って。もうなんだよ。いや面白い反応取れる、くだらない感じですけど面白い反応取れるかなと思ってさ。あー、それでニヤニヤしてたんだ。帰ってくるまで。そう、ニヤニヤしてた。絶対なんか嫉妬するかな、どうだろうなと思って。いや、さめっちゃ面白かった、あれちゃん。なんかさ、あんまね、嫉妬ってさ、ちょっとね、うん、あんまりさ、表現しないじゃん、私って、うん、恥ずかしいから、うん、でもやっぱさ、なんか、嫌じゃん。やだ、うん、マンツーマン、密室で。そう、密室でっていうのもすごい嫌だ。オンリーユー。うそ、ほんと、いや、そんなね、いかがわしいとこじゃないから。ほんとにちゃんと、そういうとこあったとしたら、ちゃんとする場所だから。うん、じゃあちょっと、じゃあ俺、パーソナルジムしてよ、じゃあ、はい。え、何すんの？だからするって言ったでしょ、パーソナルジムして。はい、はい、肩上げて、はい、はい、上にまっすぐ手上げて、はい、はい、おいちに、おいちに、はい、もっと力入れて。ダメだこいつ。これからなの、これから独学で勉強すんの。りっちゃん、パーソナルジム営業終了。早っ、もうちょっとやらせて。